be free of this heart. Yeah, wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and let it in? Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. おはようございます。日を今送ってきたところなんですけど、じゃれー昨日の夜から放置した食器たちがまだ残っております。超最悪なんだけど。ということで、これを洗うのと、あともう洗濯も終わっているので洗濯干さないといけないんだけど、めんどくさい。朝ごはんを先に食べようかなと思います。自分優先、自分優先の毎日です。最近は朝プロテインなのでプロテイン飲みます。プロテインとフルーツで、これ一杯飲むとね、お腹痛くなるから4分の3ぐらい入れてます。で、牛乳より豆乳とかの方がいいんだけど、美味しく飲みたいので、私は牛乳を200入れて、で、あとお水を100入れてます。朝はね、タンパク質とビタミンを取りたいんです。あとはちょっとした糖質。で、八百屋でね、グレープフルーツがすごい安くて、1個50円って書いてあって安ーと思って買ったのよ。そしたらおじちゃんがおまけしてくれて、40円でいいよって言われて、10円おまけしてくれたのね。なのにさらにもう1個つけてくれたっていう、1個20円のグレープフルーツです。安っ。
くんミルクです。美味しいですか？え？オープン、オープンね。ベビーチーズが1個だけ普通のやつがあった。プラペ、あ、そうだね、プラプペ、あ、そうだ。チリパウダーをペロペロペロ。味噌汁となんかよくわかんないサラダとチキンです。これはひなチャンネルちゃんが言ってた、美味しいよって言ってたので真似して作ってみました。食べてみます。チーズと一緒に美味しいよ。チリパウダー、チーズの味が一切ない。え、嘘でしょ。キーサカ、キーサカ分かった。その時はさ、噛む回数が少ないからじゃん。だから舌に触れる時間が短すぎてチーズを感じられないんだよ。大型動物やん俺。何かしらの大型動物。絶対そう、だってチーズの味めっちゃするのに。今からイオンに行きたいと思います。イオンにね、ヒーのクリスマスのおやつ、なんかカンカンに入ってるやつねと、あとまあ
ったら善くんのお洋服、お出かけする時のお洋服と、あとこれがね超秘密なんだけど、あのまさきはね絶対クリスマスプレゼントないと思ってるんですけど、まさきが超気に入ってるパンツ、なんかズボンがあるんだけど、それの色違いを買おうかなって思ってます。イエーイ。ということでイオン行ってきます。まさきのはねラッピングしてなくてさ、そうなんかバレそうだなと思って、なんかヒーのプレゼントだよみたいな感じでラッピングしようと思って別で買ってきたんですよ、ラッピングを。だからちょっと車の中でラッピングをして家に持ち帰って、そんな感じでやっていきたいと思います。これにと、あとこれでしょ、あとこれでしょ。キーのヘアバンドも買った。よし、じゃん。ゼン君の口どけお米ば、なんか服はね思ったのいいのがなくてやめました。また後日ね、うん、別で買おうね。これが6ヶ月からいいんだって。ひじきせんべい食べたことないけど食べてみようね、クリスマスの日ね。全然食べてないの悲しいもんね。お魚スナック5ヶ月から OK。 ベビーそうめんパリパリミニ絵本、これ大好きだからぜ、プレゼントだよ、プレゼント、うん、はい、こんな感じです。あとね、オーサムストアでこんな感じでスプーン買いました。木のスプーンを4つと、あとこれなんか入ってるんだけど、まあいいわ。ゼンのスプーン可愛くない、これこの色、シリコンのスプーンで、ほらこんな感じですごく柔らかい素材、いいかなと思って買いました。オーサムストア最近マジ好き、可愛い。はい、ご飯できました。 なんとまさきが出かけちゃって2人だけのご飯なんだけど、今日のご飯はなんかよくわかんない白菜と大根とのスープと肉じゃがと、あとこれはちょびっとだけ魚フライとタルタルソースとなんか煮浸しみたいなやつに、ちょっと食感残すためにえのきを揚げたやつを食べます。イエーイ、美味しそうだね、うん、今日さ、ひーちゃんがさ卵潰したんだよね、うん、上手にできた人、